はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりにブリー隊長を使っていきたいと思います。ブリー隊長は強かったよね。装備はもちろん、合力キラー持っていっております。553か、腕力。まあ、A ランクにしてはかなり高い方ではないんでしょうが、ブリー隊長の強みは、やっぱりフミちゃんなんだよね。では、雷電流、いきまーす。それでは、行きましょう。フミちゃんはいないね。いないね。確か、これで、変えていくんだよね、どんどん。で、そして、フミちゃんが出てきたら、取り付くっていう感じ。いいかね。お、いったいったいった、ちょっと待って。あ、そうかそうかそうか。突撃タックルにしてた方がいいんだ。突撃タックルが、かなりチャンスを作りやすいらしいので。あ、いや、攻撃力は、支援に比べたら、もう全然ないわ。あ、いた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 。フミちゃんが強いんだ。そう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 。ビートキャンプがもうとにかく鬼のように強かったんだよな。回復もするしステータスも上がるしで、すごいんだよね確か。いいね。あ、ダメか。あ、でもあれ発動しちゃえば大丈夫なんだよね確か。発動さえすれば大丈夫だったと思う。いや違う、最後までやらないといかん。まあまあいいや、どっちでもいい。うん、かなり効果時間は長めなんで大丈夫でしょう。最強だもんね、ほんとこれ。あ、ちょっと待って。 OK、 ブリー隊長変わらんと。ブリー隊長変わって突撃タックルを食らわせないとダメなんだ。突撃タックルあった。ああ、ああ、もう突撃タックルさせて、もうどっちかなんだな。あ、どっちかっていうか違うな。フミちゃんは1回ぐらいでいいんだ。1回ぐらいでいいから、1回使ってからもうすぐに解除して、でフリー隊長で突撃タックルとかしていきゃいいのか。どれぐらい回避しやすいんだもんね。あ、回避じゃないよ。おいおい、ちょっと待って待って。キャンセルしやすいでしょうか。突撃タックル、ただ突っ込んでいくやつだよね。ああ、思いっきり食らってる。 OK、 来た来た来た。突撃タックル、ちょっといや、まだちょっと慣れてないだけだ。オッケー、ここでいけるね。いけ、突撃タックル。やった。難しいな。一発でいけるはずじゃないな。突撃タックル、いやー、え、むずいな。オッケー、突撃タックル当てるのむずいな。あ、自分では、あ、なるほど、わかった。高校期は押さない方がいいんだ。トップって押しちゃうと変に動いて後ろに抜けちゃうんで、トップは使わないんだね。オッケー、あー、攻撃力アップぐらいしとけばよかったか。まあいいや、オッケー、行きます。突撃タックル、わかった、使い方わかった。あ、上難しいよ。ゴー、行くぞ。もちろんやります。危ない、いけるかな。フリー隊長でも成功させたい。いった、クリアー。どうだ、成功。おお、俺結構良くなってきたんじゃない。ちょっと待って、後ろから行こうか。突撃が来る、抜けてるよ。ちょっと抜けちゃってる。
え、なんでさっき思いっきり当たったじゃん。オッケー。いや難しいんだな、突撃タックル難しいんだな。分かったよ。あ、で、え、これグレート化のまんま裏技使ったままふみちゃんに行ったらどうなるんだっけ。え、元に戻れないとか、なんかそういうのがあったよね。いいか、行ってみるか。あいえい、待てよ、行け。戻れる。あ、あ戻れる。あ、でもそうか、グレートカーは切れるんだ。そうか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 、なるほどね。なんかこの裏技やったときに、あー突撃タックル行きたかった。よし、お裏技使ったときに取り付いたらなんか変になったような気がするんだよね。痛い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 。ここで行く突撃タックル。おいおい、思いっきり落雷にやられとるぞ。いけ、ダメだこれは。難しい、これむずいぞ。チャンス取らせて、ダメだったか。いやいやいや、ちょっとこれ何回かやって慣れないと無理だ。チャンス取りきれん。当て方が難しいね、当て方がむず。オッケーオッケーオッケー。なんか抜けちゃうんだよね、抜けちゃったり変に移動したりするんで難しい。オッケー、もう終わりだ。いやー、まあまあ強いけども、そうね、サポート役だね、サポート役。うん、まあまあ攻撃もできるサポート役っていう感じで、うん、悪くはないんじゃないですか。でも支援の方が使いやすかったな。はい、ということで今日はブリー隊長を久しぶりに使ってみました。強いんだけども、まあパーティーに一人いるとかなり嬉しいかなっていうキャラクターですね。メインで使うにしては、ちょっと攻撃力がない感じか。うん、まあまあ、ふみちゃんの取り付きが面白いので、いいんではないですか。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。